はい、こんばんは。今日のタイトルは、丸谷はじめさん著インテリジェンス大国への道、CIA 資金により分断統治され続ける日本政治劇場、世界的盗聴網エシロン、検閲プログラムプリズムというタイトルでお話したいと思っています。この内容は、2日ぐらい前にですね、夜ちょっと、あの、外で、 録画したんですけれども、あまりに風の音が強すぎたんで、えー、非公開にしまして、もう一度上げ直したいと思います。えー、途中で、えー、見ていただいて見れなくなった方、申し訳ございませんでした。で、一件お知らせはですね、前々からお知らせしてるんですけれども、9月17日日曜日9時40分からス、えー、スタジオ生配信をさせていただきます。前半は、 大橋誠先生により、ウイルスが特定されていないがゆえに検査もできないし、その予防のためのワクチンになるものは作れないというお話をしていただきたいと思っています。後半は谷本誠一先生をお迎えして、マスク後期訴訟の、えー、第一審の判決が出た内容及び控訴審をどうやって戦っていくかというような内容などをお話ししたいと思っております。えー、最後の20分以外はすべてオープンで誰でも見れるようにいたしますので、 必ず大橋誠先生の部分は皆さんに見ていただきたいと思っています。そのため、えー、ニコニコチャンネルでの生配信になりますが、ニコニコ動画の方でも、大橋先生の部分と谷本先生の部分について、えー、公開したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 で、今日の内容は何回かお伝えしている丸谷はじめさんのインテリジェンス大国への道、国家や企業を脅かすスパイ活動の実態ということで、日本はスパイ防止法がないがためにスパイをされ放題というお話になりますが、えー、合わせて今読んでいるのが稲村工房先生のラストボロフ事件ということで、これはラストボロフっていう人がソ連の外交官として来ていたんですが、実質は ソ連の少々という、えー、身分を持っていて、で、最後は中将になっていたということなんですね。でも、スターリンが死んだりしたこともあって、帰国すると拘束されるんではないかという恐れがあったので、アメリカに亡命しましたということですね。で、アメリカに亡命してから、えー、これこれこういう人間。 を使ってソ連のために日本の人間から情報を引き出していましたっていうことを喋ったがためにいろんなことが明るみに出たっていう話なんですね、えー、この内容は読み終わったらまた紹介したいと思ってますそして最近読んでいたこうインテリジェンス系の内容としてはベンジャミンフルフォードさんのファイナルウォーでも少しお伝えしたかと思いますしタボガミさんの書籍の内容も少しお伝えいたしましたということでこのインテリジェンス 機能の強化とか、スパイ防止法というのがいかに重要かということの内容になりますけれども、特に今回はこの二等立て分割統治というところの内容の部分に絞って紹介したいと思っています。米国スパイが幕古した戦後日本。 日本の同盟国、アメリカもまた対日スパイ活動をずっと行ってきた。その実態は、ティム・ワイナー長、CIA 広くや、ハルナ・ミキヨシの力作、秘密のファイル、CIA の対日工作に詳しいので、そちらに詳細は譲るが、戦後から今日まで有名政治家やマスコミらの一部は CIA からコードネームを与えられて活動していたってことですね。このハルナさんという方の書籍は、ここに載っている本以外の本を、 え、ダウンロードしているので、そちらも読んだら紹介したいと思っています。で、え、有名な話なんですが、勝力松太郎が CIA のエージェントであったことは、今でも、まあ、有名で、日本の漁船乗組員が、ビキニ干渉の水爆実験の死の灰を浴びた、第5福竜丸事件で起こった日本国民が、大規模の大、えー 反米反核運動を行った際、アメリカ政府や情報機関と協力して、そんな反米感情を和らげる心理作戦を行ったのが、読売テレビと日本テレビ網という巨大複合メディアを牛耳っていた衝撃であったってことですね。なのでまあ、日本のメディアは当然そういうあの。 日本国民のためにいろんなことを放送しているわけではないですと。24時間テレビみたいなものがうさんくさいのはもう昔から変わりませんと。そして、この読売新聞、読売テレビもっていうところだけじゃなくって、読売ジャイアンツも 3S 政策で野球にみんな没頭させて馬鹿にするっていうところから来ると、まあ、そういうふうに考えると、あ,あの、まあ、あ よくわかるかるなととと思いいますすうことですそしてこういうふうな感じで2発の原発と無差,別無差別都市空襲、アメリカとの戦いで数百万人が命を失い、水爆実験の犠牲者さえ出したはずの日本は気が付いたら世界で最もアメリカに憧れる国になってしまったわけだと。今でさええー、日米同盟日あ、日米同盟、日米同盟と言っているということですね。しかし戦後日本の問題点はこのように CIA のような組織に身を売り、結果として国を打った人たちの成果によるところが大きい、多いそしてそんな。 身売りを防止できなかったのは、ひたすらスパイ防止方法がなかったこと、そして国民の大半が敗戦と GHQ やアメリカ情報機関による心理作戦で骨抜きになってしまったことが原因と言えるだろうということですね。そしてまた教育としても愚民政策をされているので、えー、自分で考えられなくなっているということですね。吉田茂元首相のブレーンであった辰巳元陸軍中将 タツミの場合、CIA からポレスター5というコードネームが与えられ、自衛隊や内閣調査室の創設に関わる内部情報を提供していたという事実が明るみになっている。共同通信社、2009年10月3日ということですね。外国情報機関から金をもらっていた政府中枢ということで、戦後日本のほとんどの時期で政権を握ってきた自民党の議員らが CIA から金を受け取っていたことも明らかになっている。1995年1月6日付の中日新聞は、CIA が大規模対日工作、最盛期は 要員100人と報じ、その中で、えー、いろんなことを述べているということですね。CIA は自民党どころか社会党の議員、さらには朝鮮総連幹部や左翼過激派まで金を出していたというから驚きだが、こうして左右を時代に操り、互いに喧嘩をさせて分断統治す,、えー、統治することを分断統治というということで、プロレースやらせるために両方にお金を入れているということですね、えー。今の大きい政党が こういうふうなプロレスをやっていることだけではなく、小さい政党同士でもプロレスをやっていることを鑑みると、そこにも双方に対してお金が入っているんではないか、政治の信頼性を落とすようなことをプロレスばっかりやらされているんじゃないかというふうに僕は思いますということですね。CIA は情報提供者には地位に応じて現金で月10万から25万円をホテルなどで手渡していたというが、ある関係者は社会党のある長老議員に対し、1980年代に 月25万円の報酬を手渡し、党の運営方針などを聞いたと述べているし、数人の自民党議員にも同様の報酬が支払われ、各種の政治情報を得ていたようだ。こ,これだから、1980年とかの25万円というのは今のどれぐらいかよく分かりませんが、まあ、そこそこ安い金額で簡単に情報を出しているということですよね。また CIA は1970年から80年にかけて昭和天皇をも監視し、その個人情報の収集さえ行っていたことが明らかになっている。時事通信2010 29年4月29日陛下に対してここんなことをされて 黙っている保守とは一体何なのか同盟国による産業スパイ活動ということで、これはあの経済のスパイ活動に政治軍事からシフトしてきているというところですね。 これはファイナルウォーでもお伝えしたかもしれません。白物家電を含めて世界に冠たる存在だった電機メーカーのみならず、今や日本が唯一世界に誇れる産業となってしまった自動車業界についても CIA は積極的に情報活動を行ってきたわけだが、日本経済がこの30年さまざまな分野で敗北を続けている大きな理由の一つが、インテリジェンスを軽視し、膨張対策を行ってきた怠ってきたからという面は大きい。実際、日本経済の凋落は冷戦終結後あたりから徐々にひどくなったが、世界の情報、えー、機関、 はちょうどその頃から活動目標を東西陣営の対立から経済情報に大きくシフトをしたってことですね。 海外情報機関のために働く日本人エージェントは非常に優秀だとも言われている。日本人は真面目に働くし、ごまかしをしないし、責任感も強いから、雇用主から仕事を頼まれたらきっちりとその期待に応え、あるいはその期待以上の仕事をするからであろうということで、この内容は、えー、稲村先生のラストボルフ事件にも書いていて、日本のエージェントは真面目にこう情報を報告していくということが言われていましたね。多くの場合、CIA などの情報機関は、 共感や内観を使う際直接に雇用して指示を出すのではなくその間に第三国人か日本人で信頼できるエージェントを挟むので、えー、実際こうあの情報の盗みをやっている人間は自分がそういう海外の勢力に操られているということを知らない人も多いそうですこの対日経済情報対日監視網はかつて CIA が冷戦時代対,対,対ソ連に備えるための日本に構築した、えー、対共産 重宝網が今や対日産業スパイ網に転用されているわけだってことこなんですねでもこういうことを指摘するとアメリカ人はジェントルマンだっていうふうに怒るような元大使とかもいるってことで大使レベルでもそういうふうに名も知らないというお粗末な状態だそうですもし彼らがアメリカの国益を害する形で日本のために働いたらそれは反逆罪になり得るレベルの話なのだもしアメリカの政府職員らが日本のために一肌脱ごうと言ってくれたとしたらそれは向こうの利益にとってそれが絶対に必要だからであるに過ぎない えー、ターゲット東京2015年7月31日内部告発サイトウィキリークスはアメリカ国家安全保障局 NSA が日本の官邸や中央,中央省庁大手民間企業を含む35カ所を盗聴していたと公表したこれはターゲット東京と呼ばれ第一次安倍内閣から NSA は日本に対する盗聴を強化したとのことであるがここで注目すべきは三菱商事の天然ガス部門三井物産の石油部門などの民間企業のみならず日本銀行や経済産業省外務省日銀や 同校職員の自宅鑑定官房長官の携帯電話までが盗聴されていたという事実だと。こんな、えー、そういうことがあるから、ね、日米交渉というのはこちらの内実をつかまれていてこちらが及び腰だということを知られていて、えー、全く交渉にの土台に乗っていないということが言われています。世界的情報もエシュロンが狙う日本の機密情報こんな情報をやっているのがエシュロンというシステムだ。これは1943年5月17日に a 米通信、えー、防獣協定が結ばれ、1948年には、米、エイ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの秘密協定として、ユクサ協定が締結された。ファイブアイズという形で本格指導した世界的な盗聴ネットワークだ。その筆頭にある、米情報機関 NSA では、世界中の基地局や潜水艦などから固定電話、携帯、電子メールなど、ほとんど全ての通信を、盗聴を行うのみならず、NSA 職員であったエドワード・スノーデンが、 プリズムという検閲プログラムを使い、マイクロソフトやヤフー、グーグル、フェイスブック、ツイッター、スカイプ、アップルといったそうそうたる米系 IT 企業の協力のもと、世界中の人々のメールやチャット、電話、ビデオ、電話会議などを監視し、通話する人々の位置情報まで把握している。その監視能力は凄まじく、米国内だけで30億件パー付き、全世界で 970パーーのインターネットとと電話回線が傍受されれていたと言われる日本国内でも数箇所で1000人規模の NSA 職員が在籍している模様。日本国内のほとんど全ての通信が常に傍受されていると考えて良いだろう。彼らが収集した日本政府や企業などのデータはニュージーランドの通信書に送られてエシロンに蓄積されているが、対象は主に経済分野であり、その目的はアメリカの経済活動を有利にするためである。つまり日本の政治指導層や企業の通信はオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリスに提供されているの であるってことですねこれで中国に情報が漏れると言ってるけどもあのアメリカにはもうずっと漏れてるってことですねそういうこともあるので国際入札の競争の場で結構負けているということで NEC がインド政府に行った電話交換システムの競争入札で NEC が勝ちそうだったのに半分アメリカに持ってかれたりしたりとかですねサウジアラビアにおける電話通信システム整備事業の国際入札でも AT&T よりも低い応札額を提示していたのに、最後にはクリントン政権に持ってかれたというような話がありましたということですねで。そういう事実に対して日本ができることは遺憾ですということだけですということです。実際に菅官房長官当時は、仮に事実であれば同盟国として極めて遺憾だと言っている。さらに、要機密の取り扱いのものについて対策は万全を期しているので、そうした機密は全く漏洩していないとも言っているが、情報漏洩に万全なるものは存在しないと。つまり、 実際、盗聴していったかどうかはわからないし、過去にもやられていることがあるみたいですが、とりあえず遺憾です。でも、日本を守ってくださっているアメリカさんだから仕方ないし、別に苦しくないと思っております。というのが、えー、菅の言い分でした。ということですね。ジュリア・アサンジは大変興味深いことを言っている。この情報戦においては、ルールなどは存在しないというのがルールであると。その後、ロシアに亡命したエドワード・スノーデンは2009年から2010年にかけて、デルシャの社員として横田基地に勤務していたが、その際、 えー、いつか将来日本がアメリカの同盟国で亡なくなった際にはダムや送電線網などの民間インフラシステムを全てダウンさせ日本人が社会生活を継続できなくするためにマルウェアを仕掛ける仕事をしたと証言しているみたいですね。で、負けっぷりを良くした結果の日本ということでこれはこの間の動画とかで言ったかもしれないんですけれども、えー、日本の敗戦についてちゃんと 総決算ができていないがために今までずっと主権がないままだったんじゃないですかっていうことにもつながるんですけれども敗戦直後に鈴木幹太郎首相が、えー、吉田茂に送ったとされる有名な逸話らしいんですが戦争は勝ちっぷりもよくなくてはいけないが負けっぷりも良くしないといけないまな板の上の 見上がった恋のようにとかで言ってそんなことは肉食の500年も諸外国を植民地化して搾取してきた欧米人には通用しないとそうして負けっぷりなどと言って格好をつけて国防も外交も教育も全部アメリカ様にお任せしてしまった結果日本はどうなったのであろうか国防軍さえも立つそのせいで外交は謝罪外交に代表される弱腰外交が続き国内では各国のスパイが大手を振って歩き教育では徹底的にアメリカ賛美と自虐史観を 叩き込まれていったこの自虐史観の流れの中で僕は明治維新というのを美化することは江戸江戸否定の自虐史観だということを主張しております。国の財産のみならず国家の底力である国民の精神性を守り外交と教育国防だけは渡さないということをすべきであったしそれを国民全員で取り戻すためにはまずインテリデンスに最大の投資をすべきではなかろうか、まあ、その通りですねで。日本周辺で領土を問題を作った張本人ということで、えー 最近あの、チャンネル桜の水島さんが北方領土問題ということで、北方領土にソ連が進軍してきたのは、アメリカがソ連兵を運んだというようなことを言っているんですが、そこの内容があのここで書かれています。当時、中ソビエト連邦特に…えー 特命全権大使の職にあったのは戦後参議院議員になり、フリーメイソンのメンバーにもなったという佐藤直武である。ロシア語とフランス語に堪能であった佐藤大使は日本時間8月8日午後11時にソ連側から宣戦線復刻を受けて直ちに東京に公電を売ったものの、その通信自体がソ連当局によって電報局で封鎖されてしまったのだという。一方、ソ連軍はそんな宣戦線復刻から1時間後に満州とカラフトに対して一斉に武力侵攻を開始、外務省がその事実を知ったのはそれから4時間後のことであり、それは情報ソース 今年はソ連ののの通信やアメリカのサンンフランシスコ放送など敵国の報道であった当時満州などに攻め込んだソ連軍は2万6000門の火砲、5500台以上の戦車や自走砲、そして3500機に近い航空機を持って157万もの兵力で日本軍や在留邦人らに襲いかかった一つ不思議なのはそんな大軍が大量の物資とともにシベリア鉄道で延々と輸送されていくことをモスクワの大使館は本当に気づかなかったのかということだってことですね え戦後の日本の周囲には、北方領土や竹島尖閣諸島といった具合に、紛争の火種となる様々な領土問題が発生したが、その裏では常にアメリカという国家が直接的、あるいは間接的に関与してきたことはあまり知られていない。つまり、日本を二度と強力な国家として蘇ら,らせないために、分断統治政策として、日本の周辺にいくつもの領土問題をわざと発生させたのである。北方領土問題が生じる原因になったのは、ルーズベルトとチャーチル、そしてスターリンの協議したヤルタ会談である。最大のポイント ポイントが取り決められ、スターリンは8月15日、ジャップとの戦争に参加、そうなればジャップはおしまいだというふうにトルーマンも言っていたと。このように民主党の両大統領がソ連の対日参戦を認め、かつ期待していた、そしてこの結果、満州では多くの在留邦人が犠牲となり、北方四島も奪われてしまったのである。これはアメリカも各え一緒になってそうしたいことですね。ソ連はもともと陸軍国であり、米海兵隊のように島から島への軌道を行うような能力は持ってい いないソ連に海兵隊並みの装備と訓練を提供したのがアメリカであったそしてその際に発動された米ソ共同の秘密作戦がプロジェクトラフであるということですねこの名前は僕は初めてあプロジェクトフラであるということですね1945年5月以降米国はソ連に対し、えー、総海艇55隻上陸用、えー船,えー、船舶20 30隻、えー タコマ級フリーゲート艦28隻など計145隻の艦,をの艦艇をソ連に無償対応するとともにアラスカ準州コールドベイのアメリカ軍基地に米軍の指導要員約1500人を展開しソ連 ソ連兵約1万2000人に対して艦船の操縦やレーダーなどの習熟さらに上陸戦闘の訓練が施されたそして日本が2発の原爆を食らってボロボロになっているその時に彼らはアメリカ軍の支援を受けて日本領土を侵略したのであるということですねだからこの北方領土の問題というか日本封じ込めをソ連も アメリカも一緒になっってやったとということですね。そして今はソ連あ、日本封じ込みを中国とアメリカも一緒になってやっているということです。そしてこの尖閣諸島周辺の地下資源を最初に狙っていたのは米系石油メジャーであるということは、えー、ほとんど指摘されていなかったということですが尖閣諸島の有事をあおっているのはアメリカは結局日中を争わせてその漁夫の利を自分たちが得たいということを今も考えているんではないかと言われているということですね。そしてこうした絵を描いたのは えー、キシンジャーが言ううにはダレスだったっていうこといこです現在の日本が対米関係が実際には日本を抑制しているのだと信じていますですから我々が日本について相互に理解し双方が日本を抑制することが重要なのですというふうにキッシンジャーは衆恩来に言っていたということです最近アメリカなどと一緒に中国を封じ込めようとする鼻息の荒い声がよく聞かれるが我々日本人こそが米中によって封じ込められたのでありキッシンジャーの言うとおり騙されてきたのである、えー、ということで、えー 在日米軍は日本を抑え込むための瓶の蓋だと表現している。ま、まさにその通りですね。米軍は尖閣諸島は日米安保条約5条の適用対象であると言っているが、実際には自分たちは中立を守るためにどちらの側にもつかないと言っているし、特定の立場は取らないと述べている。それが事実であるということで、自分たちが危害を持って守る必要があるということで、アメリカは頼りにならないというのが事実だと思います。今日は20分になるので、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。